ストライクフォースライトニングへ次ぐ。こちら EDF 作戦本部。この作戦の指示をするオプスよ。知っての通り、現在地球は宇宙生命体とどうやら遺伝子操作を施した地球の昆虫らしき勢力に攻撃を受けているの。この侵略者をラベジャーと呼ぶことになったのよ。世界中の都市を破壊しているので、うってつけの名前よね。先ほどニューデトロイトの住宅街に特に大きなラベジャーがいるとの報告を受けたわ。それを見つけ出し除去するのよ。そちらのカメラシステムを通して状況を監視しているから、必要な経路案内と任務情報を伝えるわ。巨大な昆虫型生命体とロボットのような敵が混在しているわ。少なくとも昆虫型に対してはこちらの武器は有効よ。でもロボットの方はわからないわ。すごい数よ。どんどん増えてる。地球全体にラベジャーがいるわ。でもまだ負けてはいない。敵はシールドのような壁を至る所に立て始めてるわ。敵は自由に通れるけど、こちらはブロックされてしまうの。よう、下にいる害虫ども火つけてくれねえか。上からの熱い愛情ってことだよ。ぶっ放しに行こうじゃないか。ライトニング、こちらオプス。あなたの部隊にこの住宅街の端から出撃してもらうわ。ここをこの区域の作戦集結地とするのよ。オプス、こちらライトニングガンだ。了解した。オプス、こちらアークエンジェル。何、アークエンジェル。空から落ちてくる隕石みてえなのがよ。まあただの石ころじゃねえって話だ。了解よ、アークエンジェル。大型の機械系物体が降りてきているとの報告があったわ。この隕石みたいなものが落下ボットらしいわ。あのガリベン連中、今回こそ合ってるみたいだぜ。今ギリギリで避けてやったぜ。おいオプス、もう少し静かなとこに行かねえと無理だぜ。聞いてるか。了解よ、アークエンジェル。少し待ってて、今そちらに落下ゾーンの座標を送るわ。こちらではこれが精一杯なの。ライトニング、突入準備に入れ。ほら、やばい効果飛んだな。1分後に道端に降ろしてやる。了解だ、アークエンジェル。出がけに害虫駆除でもしてくれ。空に注意、目の前も注意だ、アミーゴ。どうやらもっとそっちに向かったようだぜ、ライトニング。地面の中から続々湧き出てきやがる。こっちにもガンが飛んで、うまい。ライトニング、アークエンジェルがやられた。繰り返す、アークエンジェルがやられた。ライトニング、ランダーへ向かって生存者の確認と機体が回収可能かも調査して。戦術ディスプレイにランダーの着地点のウェイポイントが記されているはずよ。目標に近づき、エリアを確保して。了解。接近して応答モジュールを起動するのよ。よい。データは受信したわ。生存者なし、ランダーも回収不可能よ。ライトニング、ランダーの残骸を破壊しなくてはならないわ。自爆カウントダウンシーケンスにパルス信号をつけておいて、近くにいるラベジャーを引きつけて衝撃でもろとも吹き飛ばすのよ。でも
爆発前に爆範囲からは退去するのよ。了解。ゴーいつでも EDF 兵士であることに誇りを持て。ライトニング、ラビジャーが来るわ。ラビジャーを排除せよ。移動してライトニング。了解。ライトニング、こちらオプス。そのエリアにはたくさんのラベジャーがいたわ。巣穴みたいなものが地底から浮上してきている。気をつけて。インテル、このアリ塚についてライトニングに伝えられることはない？ライトニング、こちらインテル。ライフルの弾幕とグレネードでアリの出現を抑えることはできるが、それだけではアリ塚は壊せない。近づいて爆弾を仕掛けなければ駆除することはできない。了解した。作戦が終わったらもう一度こちらから通信を入れるわ。部隊を立て直して。了解した。ゴー、死傷者多数、応援を頼む。ああ、一掃する必要があるわ。その位置を示すウェイポイントを登録しておいたわ。アリ塚に向かい駆除して。分かったオクス、指示に従う。最高だ。力
人よりはマシだろ。やったわライトニング。次は EDF 支給品、引き渡し場所の地図をウェイポイントに追加したわ。そこへ向かい装備を補って。でも早くして、敵がすでにそちらに向かってるわ。ライトニング、今行く。このウェイポイントに向かい、途中にいるラベジャーも片付けて。オーケー、ゴー。これでも食らえ、隠してが。なんてねえよ。